はいどうもこんばんは、仰天ゆいなです。どうもこんばんは、イエーイ。最近夜が全然寝れなくて、夜が寝るのが遅い仰天ゆりな20歳です。いや本当に最近ね、寝るのが遅い。ちょっとやそっとのことでね、疲れないですね、私ね。まあ、家でちょっとやそっと、なんかちゃんとした仕事してないんですけど、最近は。なんか本当に、なんかね、仕事あったら絶対疲れて寝、いた。あやおかが疲れて寝てるんですけどね、最近ね、寝たくても寝れないんですよね。なんかさ、寝たくなくてとかさ、そのさ、いいんたらいいんけどな、寝たいなと思ってんのにさ、お目めっちゃパッチリ開いとるんよ。なんか眠い時ってさ、目が半分ぐらいないじゃない、こういう感じ、こんな感じになるやん、眠いなって。でもでもお目が夜なのにパッチリ開いてる、こうやって。そう、今メイクしてへんから目パッチリちゃうけどこれぐらいね、目がもうパッチリ開いちゃうんですよ。そうですね。まあでも昨日はそう、あのね、昨日の話しようと思ったんだ、忘れてた。昨日ロガールのエイトがやらねば誰がやる復活第1回目ということで、私とナナミンとナオちゃん3人で、最初の47分間だけ生配信させていただいて、あとの43分はロガールの会員入った方のみが見れるやつで、ロガールのやつで見れるっていうことで、その収録をね、昨日してきたんですけども、生配信ね、見てくださった方いるかな、どうだろう。なんか755とかツイッターとかのコメントとかではいろいろ見たんですけど、コメントしてくださった方に関しては読んだんですけども、そう、なんかすごい見てるメンバーから電話とかですごいね、なんかなんて言うんだろう、やっぱりロガールすごい昔ね、本当に2年前ぐらいにさせていただいてたんですけども、私もね、ロガール昔見てて、そのメンバーが出てるやつとか、自分がその見れるタイミングだった時はいつもある時は見てたんですけど、家族と一緒に、私が出てなくてもね、見てたんですけども、今回はもうその会員に入った方のみとはなってるんですけども、ちょっと不定期っていう感じはあるんですけども、すごいやっぱりなんか、ロガールってこんな感じだったなって思うぐらい、なんて言うんだろう、いい意味で気軽に楽しく、なんか楽屋じゃないけどのような感じでトーク、できるみたいな感じで、すごいなんか確かにこんな感じだったかなっていう、ちょっと待って、テラッポかかな、ガール、という感じで、まあ、今回私がね MC を務めさせていただいて、前も1回だけ MC 務めたことあるんですけども、今回も2年ちょっとぶりぐらいに復活で私が MC という形で、まあ、すごく緊張したんですけども、前半の生配信の方を見てくださったと思うんです。後半の方もすっごい笑けてめっちゃ楽しくて、企画的に言うと、そのメンバーがその放送中に電話かけてくれるのになんか答えるみたいな感じの放送だったんですけども、ケーキもねいただいて、インスタの方にも実際のケーキいただいたケーキとツーショットの写真もあげてるので、まだインスタチェックしてない方はね、ぜひチェックしていただけたら嬉しいなと思うのと、あとなんかすごいその放送中なのにその場でツイートしちゃうとか、そのなんかね、スタッフさんが、もうその場でツイートしちゃいみたいな感じで言われて、撮った写真そのままツイートしたりとかしたぐらい、なんかなかなかああいう収録中に携帯が
スタジオにあるっていう、自分の携帯がスタジオにあるっていうすごい違和感だったんですけど、まあ、でもメンバーのね電話を受け取るっていうので携帯あってその場でツイートしちゃったりとか、なんかそれが終わった後の企画で地元の紹介あったじゃないですか。なおちゃん、ななみが一番最初してなおちゃんがして、でそれでももちゃんがね電話かかってきたじゃないですか。最後の方、後半の方にももちゃんから電話かかってきたんですけど、途中でももちゃんがもう終わる何秒前にかかってきちゃって、30秒前ぐらいにかかってきちゃって、結局最後の最後ね生放送の方には間に合わなかったんですけど、ぜひねそのももちゃんの電話とか後半の、方のやつでもうねぜひ見れるので、ぜひねそこをチェックしていただきたいのと、あと自己その件のレポートみたいなやつで2人の件はしたんですけど、私はねその時間内に収まらなかったので、その生放送中にはできてないんですけども、その後のね会員の方が見れる放送では私もレポートさせていただいてるので、ぜひそっちの方でもすごい楽しい企画もやりましたし、むちゃくちゃ笑って、すごいなんか楽しくて、あっという間な47分+43分90分か90分だったので、すごくまだね生放送で見れてない部分は後々の放送の方でも見れるので、よかったらチェックしていただけたら嬉しいなって思います。めちゃくちゃ楽しかったですよ。その生配信の方はなんか実際つぶやいてくださったりとかしていた。もう最悪痛い。これね、この間ねマイクぶつけたとこね、かさぶたできたんですけど、かさぶた取れました。だから取りました、自分で。今引っかきました、完全に。かさぶた自分で取りましたね、今ね。まあいいや、治った治ったっていう感じで、まあ、すごくね楽しい配信になって、電話のコーナー、その電話のコーナーのとこでも新しくそのなんかメンバーねツイートしてたのも見たんですけど、ツイッターねツイートしてたの見たんですけど、そのハッツーとかサヤリンとかそういうなんかまだ出たことのないメンバーとか、そのメンバーが出たいからっていうので電話してきてくれたりとか、そういうなんていうの意欲がやっぱりあってすごいなって思ったし、やっぱりそういうなんかそのねメンバーたちは自分たちのことをこうなんていうのガッツなんだっけ、ガッツフレッシュだっけって呼んでるのかな、なんて呼んだらいいんだろうね。もう新しく入ったわけでもないし、もう何年も経ってるから、なんて呼んだらいいんだろう、そのなんかやっぱりまだ出れてない、そのロガールがあった時にまだ出れてないメンバーとかがその出たいっていうのをね、こうやって意欲でね電話してきてくれたりとか、なんかすごいそういうのもすごく嬉しいなって思ったのと、やっぱりこういうなんだろう、メンバーになんか自分も意欲とかその他の面とかでもやっぱり負けないようにしないとなって思いました。やっぱりそういうやっぱ新しい、新しいっていうかなんていうんですね、意欲があるメンバーどん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 こうやっぱたくさんね、自分らも後輩なんていうの、すでに8じゃなくて他のね16期とかダラトセとかもそうですけど、やっぱり後輩とかも増えてきて、やっぱそういうのでやっぱどんどんやっぱ抜かされていくわけじゃないですか。どんどん新しいメンバーができるにつれてどんどん抜かされていっちゃったりとか、やっぱりいろいろするので、なんかそういうのでやっぱり負けられないなっていうのは改めて思いましたね。ずっといるのになんか結局抜かされていってっていうのは悲しいので、やっぱりせっかくねずっといるので、ずっといるメンバーも負けてないんだぞっていうね
うん、そうね、感じだな思いましたね。あ、そう、あと多分皆さんもすごいびっくりしたと思うんですけど、あのつい最近、最近っていうのかな、わかんないですけど、つい最近卒業したメンバーひじこと山田がなんか兵庫で遊んでたらしくて、それで電話をかけてくださ、かけてくれたりとか、あといくみが電話かけてくれたりとか、卒業したメンバーからのまさかのサプライズの電話がかかってきたりとか、なんて言うんだろうな、もう卒業しちゃったけど、でもなんかそうやってそういうロガールが復活するっていうので電話かけてくれたりとか、なんかそういうのがやっぱりなんかエイトっていいなって思ったし、やっぱ素晴らしいなって思いましたね。多分みんなもそれ嬉しかったんじゃないですかね。久しぶりにその山田と聖の声を聞けたっていうのもあるし、多分そのメンバーをしてたファンの方とかだとね、ね、そうすごい皆さんあの嬉しかったんじゃないかなって思いますそうなのでね、ぜひぜひね、あの後半の分もね、あと残り43分ぐらいあるんですけど、その後半の分もね、ぜひ前半の生放送のとこ見てすごい楽しかったなって思っていただけた。ぜひぜひ本当に後半もね、私のね、そのね、香川のレポート後半なんですよ。しかも私なんと初めてのそのね、復活第1弾目で MC もさせていただいてて、させていただいてて、だからそのなんていうのかな、ぜひせっかくこの第1回目に呼んでいただけたというね、その私のこのせっかく呼んでいただけたっていうこのな素晴らしい記念すべき1回の配信をぜひね、後半のロガールの、まあ、会に入らないといけないんですけども、そちらの方であの見ていただけたらもう本当にすごく嬉しいなと思ったの。あとね、あのね、前昔その収録してたロガールもなんか見れるっぽいですよ。うん、なんかね、台本に書いてた気がするので、ぜひね、その頑張りをね、ぜひ見ていただけて、またなんか755だったりツイッターとかでこう感想とかいただけたら、あの嬉しいなと思います。いや本当に今回1回目に呼んでいただけるって思わなくて、なんかロガール、その2年前ぐらいの時のロガールはそこまでね、呼んでもらったいただいた記憶がそんなになくて、私も本当にどっちかっていうと、あ、出たかったなって、そのロガールが終わった時に出たかったなって、もっと出たかったなっていう、なんかちょっと悔しかったなっていう思い出があったので、今回1回目に選んでいただけてすごく嬉しかったし、それと同時にその初回1回目で出れたで、ポッキリじゃなくて、そのまた次また2回目3回目と呼んでいただけれるようにって頑張ったんですけど、でもどうだったんだろう、分かんないなどうだったんだろう、その2回目3回目も呼んでいただけるようにって頑張ったけど、うん、まあ分かんないですねでもすごく楽しかったんで、本当になんかスタッフさんとかもあのステージじゃないわ、あのなんていうの、収録してるとこに、あの生放送の時も言ったんですけど、やっぱりモニターにね、下にモニターがあって、モニターに映ってる自分たちを見た時に、なんかやっぱ大人になったなっていうあの感じはすごく、あのっていう感じはすごくしました。そのななみんとかも本当それとかって言ってたんですけども、昔はあのやっぱ青の衣装を着てたし、それが私服になったんですよね。今ね、私服で昨日もやってたんですけど、やっぱりみんなすごい大人っぽくなったっていうのもあるし、やっぱりなんかすごい2年ちょっとってやっぱりすごい長い、意外になんかあっという間でしたけど、もはや長い月日だったのかなっていう風にも感じましたし、昔ね、その昔なんだっけな、グラビアみたいな、なんて言うんだろう、写真撮ってくださってたんですよ。知ってる方知ってると思うんですけど、そのロガールの今日のメンバー誰々で誰々で誰々ですみたいな、それに出るプラスロガールに出させてもらえるみたいなんで、写真をね撮ってて、多分今もね、多分
仰天ニュースになって調べたらその頃の写真とか多分出てくると思うんですよ。ロガールって調べたら多分出てくると思うんですけど、そうシュークグラビアのやつがあったりとか、なんか昔は本当にそれが嬉しくて、なんかそもそもやっぱりそういうなんか撮影するっていうものをやっぱり生写真とかそういうものしか、まあ、なくてっていうか、まあ、今もないんですけど、まあ、なんか私たちにとってそのやっぱ昔にとってすごい貴重な体験でむちゃくちゃ嬉しくて、もうそれをできるってことが、そのロガールに出れることも嬉しいプラスシュークグラビアも企画していただいて、その写真撮っていただいてっていうのもすごく嬉しくて、そうちょっとね公園に行ってみたりとかして写真撮ってくださったりとかしてたので、なんかでもあれきっかけですごいなんかこう握手来てくれた方とかもいたんですよ。実際そのシュークグラビアとか見てなんか可愛いと思ったから来たよみたいな方も実際いらしたので、やっぱりなんかそういうのが昔は本当に貴重だったしすごく嬉しい。今でも、まあ、そうなんですけど、あんまりそういうなんていうのな、こう、してくださっている限られたメンバーではあるし、あのたくさんはできないものなんで、やっぱりすごくあれは嬉しかった。あのためにすごい服悩んだし、あのためになんか買ったりとかもうしてたメンバーもいたらしくて、それぐらいみんなやっぱりね気合がね入ってたっていう感じですね。そうね、8のグラビア今より難しかったですね。そうですね、やっぱ今はそのまあ私はそのショールーム1年達成でここに飾らせてもらってるんですけど、アップトゥーボーイさんで初めてのグラビアさせていただいたりとかしましたけど、でも言うてそれも去年の話ですからめっちゃキンキンだし、まあ、最近だったらねメンバーによるといろんな雑誌出てたりとかモデルの仕事してるメンバーもたくさんいるけど、昔はやっぱりそれほどそういうものが8全体的になかったのでやっぱりすごくね嬉しかったですね。懐かしい。ちょ前髪切ろっかな、なんか長いなってちょっと思うね。コメントが流れてないね。今切るのだって、いや今切らない、もう切ったんですよね。もうこれ以上切ると本当に短くなってしまう。なんか日によって本当になんていうんだろう、日によってね私の前髪って長さが変わるんですよ。今日短いな、あれ今日長いなみたいな、だからいつもその日に切っちゃって、ちょっと今日長いかったとか今日短かった、切って長かったってことはないかね、なんていうねちょっと不調なんで、ちょっと切ることを最近はやめてますね。っていうかなんかすごい、あそうさっきコメントで流れてて答えるの忘れてたんですけど、漢字が本当に最近すごく改めて感じてたんですよ。私確かに最近漢字書けないし読めないしやばいなと思ってて、でどうしようってなんかちょっと最近やっぱすごいその読書っていうかそのファンの方読書もしないよみたいな感じでファンの方がすごいいただいてて、でそれでファンの方がねいただいた本を、本っていうかこれ何なんだろう、アウチ、これをねいただいたんですけど、これをねまだ全然読めてないんですけどまだ全然読めてないんだけど、これを読んでてちょっとやっぱ漢字が読めないくなってきてるなと思って、やっぱりやばいと思ってて、でそれねさすがにやっぱ今後 MC とかもしあった時とかやっぱだから普通にちょっと生きていく上でやばいなと思ったので、アプリでね漢字検定漢検のアプリ入れて昨日からね一生懸命やってます。今日もね朝やってたんですけど、そう昨日の夜漢検のアプリ入れて漢字の読みをやってます。今んとこ2日目ですけど、
10代の頃本読まなかった。読んでた読んでた。だって学校で読書をしないといけなかったですもん。朝読書っていうのがあって、朝のその時間は読書をずっとしないといけないっていう時間もあったし、読書するのはたくさんありました。読書感想文もあったし、実際そう、あの国語の勉強とかでそういうのもあったのでやってたんですけど、あのやっぱ学校行かなくなると途端に忘れるよね。私すごい忘れるの早いんですよ、覚えても。そう、そうね。え、読んでますよ、読んでますよ、読んでましたよ。まあでも8に入って読む機会はすごく少なくなりましたね、やっぱ。その昔に比べて、昔はやっぱりなんか本じゃないけど、一時携帯小説っていうものが流行ってて、それにすごいハマった時期があって、もうむちゃくちゃ一日あのずっと携帯小説読んでて、なんかもう普通に一冊昼ぐらいに本屋さん行って買って、もうずっとね、夜本当に夜更かしとかしちゃって、で一冊読んじゃったり、まあ、薄いやつですけどね、この薄いやつとか読んじゃったりとか。そう、本は本なんですけど、まあ、携帯小説だったんですけど、ハマった時期とかあってすごい読んでた時もありましたね。でも無理したも続かないんで、何事もやっぱ続けるためには気軽に長くねやらないと、破裂してしまうとねダメなので。そう、やっぱりね、本とかも大事で、職業は私一応アイドルなんで、やっぱりダンスも立ち位置も歌も覚えないといけないので。そうですね。お手紙だったよね。お手紙は読んでますよ、ちゃんと全部。お手紙はもちろんちゃんと全部読んでます。もちろんもちろんもちろん。お、初めてお手紙書いたよ。だってありがとう、ありがとうございます。 Thank you thank you。 よし、じゃあまあそんな感じでロガールの話もうそれちゃってる、だいぶ話したから、消去。でもなんかそのね、な、あれなんだっけ、教えて仰天とかもやっぱりすごい優しい人は読めなかったらあれかなっていう感じで、なんか振り仮名とか書いてくれてたりとかするんですよ。だからそういう、なんて言うんだろうな、その気遣いというか、なんかその相手のことを思ってちゃんとそういう風にできる人は本当に素敵だなって思います。だからなんか優しいなって、手紙とか読んでても。そう、なんか難しい
感じとか上にこうふりがな書いてくれたりとか、あとなんかその方の名字が珍しいとかだと、そういうなんかふりがな、名前にふりがな打ってくれてたりとか、なんかそういうなんていうの、気遣いというか思いやりのできる人は本当にあの素晴らしいなって思いますね。でも逆に全部ひらがなだと読みにくいっちゃ読みにくいけどな、さすがに小学生とか中学生の漢字はあの読めるんで大丈夫ですよ。なんかがっつり難しい、なんか魚へのんちゃらとか、なんかもうよくあるバラとかをなんか漢字でバラみたいなのダダダみたいな感じの書かれるとちょっと読めなくなっちゃったりとかするけど、よし、はい、というわけで、このカードもうね、あと 1,2,3,4 枚しかないので今日全部やっちゃいます。もうこれ新企画で、ちょっと前からやってるんですけど、カードのこのトークテーマトランプっていうのをやってるんですけど、もうね残念ながらね、これもなくなってしまうということで、はい、残念ですがやりていきたいと思います。じゃあ、まあ、どっちにしてももう全部やるんで、最近ハマっていること、最近ハマってることか、なんだろうな、何ハマってるかな自分、何やろ、なんだろう、最近ハマってること、最近ハマりだしたこと、そうだな、なんだろう、何にハマってるんやろ、でもなんか見てるドラマも終わっちゃったしっていうのもあって、特に最近何にハマってるんやろな、自分特化してこれっていうものではないんだけど、なんだろう、あ、でも買い物とか、なんか昔はどっちかというとこうウィンドウショッピング、ネットとか見てだけど、最近はお外に行って見るけど何も買わないっていうね、結局行くだけっていう、行ってむちゃくちゃ歩いて疲れて帰ってくるっていういい運動ですわ。あと最近はね、そのゲームとかかな、ゲームゲームとか、最近だとやっぱ AB と、あとこの間入れたあの漢字のアプリとか、そのそういうゲームにハマってる、最近よくてか毎日何かしらのゲームは、スマホゲームですけど何かしらいろんなゲームはどれかはやってますかな。じゃあ次、人生で一番高い買い物は、人生で一番高い買い物、なんやろう、なんなんやろうね、わかんないです。でも携帯とかじゃないかな多分、やっぱ携帯は本当に仕事している関係でとっても使うんですよ。やっぱ全ての連絡だったりとか、資料だったりフリV動画とか全部ここに来るので、これ本当に大切な商売道具、商売道具なんていうの、相棒かな、携帯かな一番。
高い、人生で一番高い買い物は、そうですね、出たと思います。はい、ねえ、はい、次、帰宅してからの行動発表。え、帰宅してから？帰宅してから？え、どっから帰ってから？何しようやらいいの。まず帰ったらとりあえず荷物を置きますね。そうですね、とりあえずこうたくさん荷物を背負ってたりとかいろいろ持ってたりするので、とりあえず荷物を置きます。そして手洗いうがいをします。手洗いうがいをしておしまい。え、そんなもんじゃない？みんな逆に帰宅して何しょん？普通荷物置いて手洗いうがいして終わりじゃない？そうね。で、それで暇とかだと座って、携帯の SNS、Twitter、インスタ755見てね。あとは YouTube 見たりとかかな。か音楽聴いてるかかな。特になんかこれといったものはないっていうか、逆になんかすごいことしてるよって人いないかな。私は帰ったらとりあえず何をしますみたいな。帰ったらすぐお風呂に入りますみたいな。帰ったらすぐお風呂に入れないよね。だってお風呂溜まってないもんね。ね、あ、シャワーとかだったらいけるんかな。ね、なかなか難しいね。質問が難しかったわね。じゃあ次いきます。次、リラックス方法。リラックス方法、リラックスするときは寝る。リラックスのときは寝ますね、私はね。寝れなくても横になるとか、まあ音楽聴いたり YouTube 見たり、あとご飯食べたりとかお菓子食べたりとかかな。リラックスはそうですね。かな。なんだろう、なんかこれといってリラックス、難しいな。そうだな、そんなもんかな、やっぱり。もう普通やね、完全にね。よし、じゃあ最後、今日ってかもうこの企画最後。あれ、これ、いや、もう終わったやん、全部言ったわ、ゆりな。あれ、これ全部言ってるな。言った、4枚言ってしまったわ、全部。全部言いました。いつの間に全部終わってしまった。終わってしまいました、企画のカードたち。ありがとうございました。この期間私に力を貸してくれたトランプさん、ありがとう。終わってしまいました。また一つ企画が早いものですね、終わるのは。次はまた何か考えますね。ちょっとまだ思いつきませんが、じゃあとりあえず、あ、間違えた、これじゃない。
あ、オッケーオッケーオッケー、ここから。じゃちょびっとだけ教えて要点も少しだけ、4つしたから、まあ、ちょっとだけ教えて要点もやって、おしまいにしたいと思います。はい、では行きたいと思います。ずっと欅坂46さんが好きで他のアイドルに興味がありませんでした。ゆりなちゃんのショールーム配信をきっかけにゆりなちゃん、そして AKB のことが好きになりました。初めての AKB48 の握手会がゆりなちゃんとの握手でした。あ、そうですね、なんか握手そういうことを言ってくださってましたね。そういえば覚えてますよ。つい最近の話ですね。この前の握手ですね、きっと。ゆりなちゃんにとっての AKB48 を好きになったきっかけを教えてください。好きになったきっかけ、でもなんかもともとモーニング娘さん普通に好きで、あの DVD 持っててモーニング娘さんので、よく車の中とかでかけて見てたんですけど、もともとそういうのって言うんだろう、可愛い衣装を着て歌って踊ってる人たちとかもすごく魅力的だなと思ってて、でやっぱその時やっぱりすごく一世を風靡と言いますか、なんかすごくやっぱりテレビであの歌番で絶対的に見るのが AKB だって。それで、ね、そういう歌番とかすごく好きで、もともと歌好きなんでよく見てたんですけど、そういうのでやっぱり見て、そういうのできっかけで YouTube とかで動画見たりとか、っていう感じですね。そうですね、気づいたらって感じかな。そうね、気づいたらですね、不意にね好きでしたね。はい。カッポーさんのイラストコンクールがあるのはご存知ですか？知ってますよ。ゆなさんの絵は可愛いからどんな風になるか気になります。あ、そうね、これ描こうと思って忘れてましたね。ぜひぜひやりたいと思います。ちょっとまだ描いてないですけど。はい、次、ミッサーのツイッターにバムーミ写真が上がってるの見た？あ、見ました見ました、見た見た。実際にゆりなちゃんの小さい頃と比べて似てるかな。あの写真似てない。どんな顔しとったっけな、ゆりな。ちっちゃい頃。似てないと思うけどな。似てたかな。忘れた、どうだったっけ。覚えてない、似てたかな、どうだろう。スタバに行った時飲むものって決まってますか？どんなドリンクが好きなのか気になってます。だってゆりなはダークモカチップフラペチーノをよく飲みます。いつも大体なんかその時の、まあ、基本的その時のなんていうんですか、新作を飲むんですけど、まあ、それが飲んで次ってなった時はそういう風ですね。よし、じゃあ次が最後の質問にしたいと思います。
ゆりなさん、蒸し暑いが続いています。夏バテや美容ダイエットにも良いと言われているお酢ドリンクがリンゴ酢や蜂蜜などいろいろありますが、ゆりなさんは飲むことがありますか？自分はお酢のおかげで鳥肌が立ち飲めませんでした。立ち飲めませんでしたってどういう意味だろう。あ、でもこれなんか前ショールームで言ったことあると思うんですけど、私一時すごいリンゴ酢にハマってた時があったっていう話を前の時にしたことあると思うんですよ、ショールームで。そうですね、リンゴ酢は一時すごくハマってずっと飲んでました。それぐらいね、すごく、リンゴ酢一時、何中学生とかの時かな、すごく好きでめちゃくちゃ飲んでましたね、そればっかり。あ、鳥肌が立ち飲みませんでしたか。あーね、あ、ここで切るんか、ここで点ってことね。あー、ありがとうございます。そうですね、っていうぐらい好きでしたね。はい、というわけで以上教えて仰天でした。またね、ぜひね、皆さん、あ、間違えた、まだね、質問ね結構溜まってるので、これはまた明日でもやります。はい、というわけで今日の、ま、カードをね全部終了してしまったので、また新しい企画を考えたいと思います。あとね、そのゆりなのね、アットマークの後ろの名前を考えてたんですよ。そのね、みんなゆりなが一番いいっていうお声をすごい前の投票の時にいただきまして、なんかゆりなが一番良くないみたいな、ゆりなに結局決まったんちゃうのみたいな感じのコメントをね、まあ、いただいてたんですけども、そういや、だからゆりなにしてしまおうか、それともゆりなに W を語尾につけてしまおうか、ちょっとやっぱりこれは一生ものなので結構悩むんですよ。私何かしら全てにおいてすんごい悩む人間なので、ちょっとまだ決まってませんね。はい結局まだ決まって、だってゆりなって言ったところで誰も分かんなさそうとも思ったりとかもするんですけど、まあちょっとまだ考え中でございます。少々お待ちくださいね。はい、って感じでランキングいきたいと思います。13位ゆりなを反対から読んだ人さん、ありがとうございます。12位ユミゴンさん、11位マックスエイトさん、10位ニシンさん、9位カモスケさん、8位トキタビさんのねホークさん、6位カズヤさん、5位チカイシーさん、4位七番目のおさんさん、3位タカさん、2位つぶさん、1位スイカさんです。というわけで、告知、これはもう終わったから、あと7月4日の、雫公演と7の雫公演と、14日の藤岡と21のサマステと、あとティフにも出させていただけること発表になったと思うんですけども、ぜひ皆さんね、7月もまあなんだかんだ皆さんに会える機会があると思うので、ぜひね、当たったよっていう方がいらっしゃいましたら、全部ねやっぱ投票とか応募ものによるの当たり外れあると思うんですけどね、どうしようか、当たったって方はぜひね一緒に楽しい夏を、過ごしたいなと思います。そうですね、なんか梅雨というのになんかそこまですごい、なんて言うんだろう、雨降ったり降らなかったりと結構こう気温差とか結構あるので、皆さん体調管理にはすごく気をつけてお仕事頑張ってください。祝書します。はい、というわけで今日も見てくださった皆さん本当にありがとうございました。というわけでまた明日はね、何日かな、明日何日、3日だ、3日、あ、4日だ、雫公演、あと2日後だね、そっか、3日ですね、皆さん3日だって。7月も始まりましたね、頑張っていきましょう。というわけで今日も本当にありがとうございました。また明日お会いしましょう。まあ明日もこのぐらいの時間にやりたいと思います。というわけでバイバーイ。